フリーサトン林です。今回は12月26日に、発売予定の、ARC3 オーディオルーティングコントローラーの、ご紹介をしたいと思います。こちらが ARC3 本体になります。ARC3 というふうに、型番ついていますけれども、我々はもう、ARC3 という呼び方で呼んでます。こちらの、商品は、非常に多機能なのが、今回特徴です。特に、操作性の高さ、それから、MIDI の、設定の、簡単、いかに簡単に設定していただけるかというところを主眼に、作っております。それから、音に関して、はですね、フリーザトーンがカスタム製品として、プロミューシャンのために多く作ってきたんですけれども、その、カスタム製品のクオリティを、この ARC3 に込めまして、一般のユーザーの方にも、もうトップレベルのサウンドを、体感していただこうという製品になっています。まず、この製品の一番の特徴である、操作性ですね。一番の特徴、こちらの、ディスプレイ部なんですけれども、こちらのディスプレイ部で、表示できるというものは、プリセットですね。現在の、プリセットナンバーが出ます。そしてモードを変えますと、実際にコントロール、スイッチですとか、ミュートスイッチですとか、MIDI の CC ナンバーですとか、それから現在送信している MIDI プログラムチェンジナンバーをリアルタイムで見ることができます。例えばプリセット1番の時に現在 MIDI プログラムチェンジナンバーが今1番という表示になっているんですけれども、現在1番が MIDI 送信されていると、2番を押すと現在2番が出力されます。もちろん3番を押すとMIDI プログラムチェンジナンバーの3番が送られるという仕組みになっています。で、例えば編集したいとき、送信先の MIDI、機器が例えばプリセット4番を呼び出したいとしますと、リアルタイムでアップダウンキーで、4番を選択すると4番が送信される。そしてここでもストアボタンを押せば、これでもストアされるわけですね。例えば、2番の時は2番、3番の時はさっき変更した4番が送信されるということで、もう直接、リアルタイムで、変更を加えていくことができるので、わざわざエディットモードに入ってページをめくって設定をする必要は全くないわけですね。次に、先ほど話しましたエディットモードに入る方法なんですけれども、例えば何かの設定を変えたいときはモードスイッチを長押ししてエディットモードに入ります。そうすると4ページ、分のセレクトメニューが出てきます。で、例えばですね、初期設定に直したいなと、イニシャライズしたいときは、UTT の4番を押していただきます。そうするとここに1,2,3,4,5、ここ分の LED が点灯します。でそれぞれが、ページになってます。こういう形でタクトスイッチを押せばすぐに、アクセスすることができるわけですね。でこちら5ページ目が、イニシャライズのメニューですので、こちらで選択してエンター、そして OK であればもう一度押して実行します。そうするとダンというのが出ました。これでもイニシャライズ OK ですね。でモードスイッチを押して、抜けます。
もうこれだけでエディット、関係ができるということで、すぐに使えるように、あらかじめ設計してますので、皆さん簡単にあまりマニュアルを見ずに、使うことができると思います。それからですね、リアパネルの方ですね。こちらの方は、かなり強い、フォンジャックを今回使ってます。ですので、耐久性はかなり、強くなっています。また、HTS、回路、ホリスティックトーナルソリューションサーキットと言ってますけれども、こちらの回路を搭載しています。それを搭載することで、エフェクターのオンオフ状態に関わらずですね、質感が非常に、安定した、音を出すことができる、作ることができるというのが特徴です。HTS サーキットに関してはホームページに、説明文が載っていますので、ぜひチェックしてみてください。12月、26日に発売になります、アーク3です。池辺楽器さん、で販売しております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。